さあ今夜もこの時間がやってまいりました。パワハラジロのパワハラジオ22ということで始まりました。今日もよろしくお願いいたします。この番組は私アシスタントのモンクタレオとパーソナリティのパワハラジロの2人でやっていきます。おい、俺がパワハラジロだ、よろしくね。ということで今回も寄せられたお便りにボンクじゃなくてパワハラジロがパワハラ回答していくわけですが、始める前に少しだけ気になることがありまして。え、なんだよ。いや、ハラジロさん今日ずっとこうスマホをいじってたじゃないですか、こう難しい顔して。ああ、それか。最近よ、始めたんだよ。ほら、ツイッターな。え、ツイッター？いやいや、それ社会悪ですよ、やめてくださいよ。本当にうるせえな。つーか始めたんだけどよ、全然フォロワー増えねえんだよ。おかしいだろ。ほら、これだよこれ。うわ、本当だ、やってる。しかしこのアイコン、あとツイートも、じゃあゾスじゃあ誰も見ないですよ。本当ふざけやがって、何が面白いんだよこれ。まあツイートという文明にたどり着いたことには評価できますね。まあ猿の王国にいながらたどり着いたんですから。なんだとは。はい、ということで早速お便りいきたいと思います。というか第1回の後結構マジな質問が来てですね。おお、やっぱりな、俺にマネジメントされたやつは多いやつだ。まあそうですけど、回答するのがこの男ですからね。僕はおすすめしないし、番組を潰れてほしい。ということで読み上げますね。おお、読め。ラジオネーム金堂はサウナ日和さんより、現在大学4年生なのですが、来年の春から講師として小学校に働くことが決定しました。しかしこの就職先でいいのかと考え込んでしまい、卒論もなかなか手につきません。このモヤモヤとした気持ちはどうすれば晴れますか？ちなみに講師と教師に仕事の違いはないのですが、教師は正社員、講師は契約社員のようなイメージを持っていただければと思います。おお、ガチなのが本当に来たな。なるほど。いや、そうなんですよ。大学4年生で今の時期ですから、まあ就職先が決まったとしてもいろいろ悩みはつきませんよね。ふざけやがって。まず持ってたな、うだうだ言ってねえでさっさと気合い入れろよ。人間な、どんな選択しても大概後悔するもんなんだ。あっちにしておけばよかったとか、この道正しかったのかなとか。ああ、間違いないですね。この会社に入ったのも間違いでしたし、さらに入った部署が最悪で、もう神様がいたらコテンパンにしてやりたいですよ、本当。ああ、お前、何が言ってんだってね、ほら、いいか。どうせ後悔するんだから、決めたことをうだうだ考えてねえで、選んだ道を選んでよかったと思えるまで、死ぬ気でアポリ続けろよな。その道が正しいかどうかは選んだ後の行動で大半が決まる。よほど頭のおかしな選択じゃなければな。うわあ、それ言えてますね。僕も持論なんですが、リーダーの資質を聞かれた時必ず答えるんですが、選択肢が分かれている時、誰もがこっちと分かる状況ならリーダーっていらないと思うんですよ。ただ誰もが選択できない状態の時に決断するのがリーダーで、さらに選んだ道を正解に持っていくことが真のリーダーだと思ってるんですよ。てめえの話なんか聞いてねえよ。けどな、うだうだ言ってるやつは何やってもアプリねえし受注できねえよ。うだうだ言ってる暇があんなら選んだ道で絶対圧倒的ナンバーワンになるっていう方法を考えて動け。それでも行動に移せないならやめちまえ、そんな道。また違う道を全力で探せ。うわ、あなたらしい回答ですね。まあ社会に出ると選択の自由が増える反面、その全てにおいて自己責任がついて回ります。これを辛いと感じるか、自由として楽しいと思えるかは自分自身つうことですかね。ああ、まさにそれだ。はい、ということで今回はガチ相談にパワハラ回答してみました。概要欄にですね、 LINE と Twitter の URL がありますので、相談がある方はそこからぜひ相談をお寄せいただければと思います。もちろん YouTube のコメントでも OK です。あとハラジローの Twitter、 これガチであるっぽいんですよ。暇な人は探してみてください。ではまた会う日まで。おお、またね。